ございます。松本バッチでございます。さあ第7回松本バッチの夏がままに始まりました。今回もですね、愛知県は豊橋市にございますベガスタウンさん、何回連続のお邪魔でしょうか。もうはやマイホームそう言っても過言ではない感じになっておりますが、今日もですね、いつもの通り、ディラクターさんからもらった一生を私が全てクリアして、この業界で成り上がっていくというコンセプトをもとに一生をいただこうと思います。今回ですが、はい、まあ、僕前々から気になってたことがあるんですよ。ええ、まあやっぱ愛知県のパチスロといえば、うん、オキスロ。そうですよね、うん、それ全然やっつけてきてないなと。そうですね、触ってないです。なのでノータッチ。しかも今回はまあ最近僕とバチ君が、大好きな、耳に挟んでおりますよ、オキドキが来てら、とうとうベガスタウンさんに導入されると。分かってらっしゃる、ベガスタウンさん、待ってました。ということでですね、はい、オキドキを打ちたいと思うんですが、いや完璧でしょうだと思ってました。はい、で今日のミッションが、はい、オキドキで、うん、ドキドキモード以上に突入。おお、なるほど、ドキドキモードもしくは超ドキドキモードと。そうですね、まあ、超ドキドキはほぼほぼフリーズからしか入りませんが、まあ、それが一番手っ取り早いのかなと。僕はあのドキドキモード中に流れる、はい、かなちゃんの名曲エバーラスティが聞きたいですあのあなたがよくグルービーグルービーとおっしゃる。いや違う、エモーショナル。エモーショナル、エモーショナルか、わ、うん、かりました、行きましょう。では、まあそうなってくるとですね、パシスロライター的なことを言いますと、狙いは設定5と、モード B からのドキドキモード突入率が唯一優遇されているのは設定5でございます。設定5を狙って立ち回りましょうと。いやー、やっつけたいですね。いやぜひね、ただ一つ心配してるのが、はい、昨日松本がおきどきでコテンパンにされてますよねコテンパンに、私、昨日ですね、ディレクターさんとおきどきを打つに聞きまして、75本入れております。最後の1000円つって打った時に、最後くっそーっつって立ち上がったの僕はね、あのうるさいホールの中で聞き逃しませんでした。あのね、時間と都合でですね、上げれずやめだったんです。なので、まあ、コンディション的にはバッチリですよ。もうあの ね、ギャフ言わせたくてたまらない状態で来てますんで今日はもう朝の1打目から、やや強めに、圧の強いレバー音が見えるかと思いますんで、さらにね、その圧をね強めるね、今回はですね、はい、なんとしっかりご褒美があります。お、全然信用ならない全然信用ならないですが、これは本当です。本当に、はい、じゃあ分かりました、ドキドキモードいきましょう。目標、そしてですね、私の最高連数が今24連ですので更新させていただきたいと思います。ちなみにディレクターさん何連でしたっけ。36連です。そっちにします。37連を目標にそれでは第7回前半戦実戦開始でございます。頑張るぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。寒い。よろしくお願いします。よし、上げてない。角かな、角強いんだよなあいつも。あーでもあれか、おととい出てるな。取りやすいから角いきます全力でうなずくのやめてください攻めとこで打つなよみたいな。いや結構やっぱ愛知県の方こうオキスロ好きだから、多分満席になると思う。なると思うんですよね、うん。いや松本プロぐらいならね設定関係ないでしょ昨
昨日あんたはこう設定打ってたからよかったかもしれないけど、まあ、昨日は松本くんは多分おそらく設定低かったからねあれマジで頼むよ共通ベル。さあ、たどり着きました。満席でございます。朝から満席でございます。素晴らしい。この熱、こういうところに私は住みたい。今回は迷ったんですが、どれも、そこそこ前日前々日出てる台ばっかりということで、もう取りやすく角行きましょうということでドカドを取りました。で、ぼちぼち皆さん打ち始めてらっしゃるんですが、早いですね朝が。おそらく前立腺じゃないかと。だいたい 33% 3回に1回ぐらいが設定変更でチャンスモードに飛ぶので、3台に1台ぐらいはどえらい速さで当たっております。なのでまずはチャンスモードスタートを期待。参りましょう。あいおあいです。おフリすげえミッション達成でございます朝一すげえ朝一30ゲーム、確定チェリーから 5% を引き当てまして、隣の方が、フリーズ超ドキドキモードすげえたまんねえもんな。 すげえ聞こえたもんな。バリーン。いや 俺も見てて、リュウ動かねえって思ったんだね。しかも先引かしたんだよ、ピカピカって。いやー確定チェリーから行かれましたね5% やっぱりそうなんです。僕ね薄々感づいてるんですけどね、あの置き置きもね、ハーデスと同じでちょっと人をより好みする節がある。かなちゃんもされてますね。だって僕まだその 4,5 番ゲームってまだ引いたことねえんだもん。あれ30ゲームだもんなあははって笑ってらっしゃいました。いやでもありがたいことにですね、並んでたらですね、多分パチンコのお客さんだともう花かな。なんかこうちょっと年配のご夫妻が前に並んでらっしゃいまして、名前と顔をこう覚えてくれるようになりました。松本さん毎月20日にいらっしゃってますねって言われてありがたいことです。ありがたいですね、本当に。もうあとは今日5000枚出せば、おら来た、わー来た、チャンスモードじゃないのかと。21ゲーム通常点滅レグ、よしよし、ほぼほぼチャンスモードじゃないでしょうか。チャンスモードの魅力っていうのはこの後 B 以上にしか行かないってことなんですよね。だからこういう台がもしあれ天国飛ばなかったっつってやめたら、その次チャンスですよと。新宿あたりでディレクターさんがタコ抜きしてるのはそのやり方ですよ。みんなガシガシかなちゃんランプ。ベガスタウンさんのかなちゃんはやる気満々でございます。朝から叫びまくってる。さあご注目。ただまあここはね上がってたら儲けもんぐらいです。次です。お問題は、上がってくれてもいいぞ全然。おっしゃ上がってる、上げた、上がってる、よしビッグボス来た。ちなみにこういう時に気になるのが、もし据え置きだった場合今のは何回、あ見れねえ、そこは見れない。よしよしよし
まあ、お店の状況から考えても仙台リセットが濃厚ではないかと。私もそう思います。でも正直おきどきの、まあ、島は、はい、全リセしてくれるのが親切、非常に良心的です。全リセしてくれるだけでめちゃくちゃ割上がります、チャンスモードが結局あの A を否定するので、非常にそのリセットしてくれる、あの朝一よく光るなっていうお店は本当午前中チャンスですよね。なんか朝早いなこの店っていうお店が、皆さんのお近くにもございましたら、なるべく朝からうちに行きましょうと、攻略ライターっぽいことを言っておりますが、私、5000枚出すことで頭がいっぱいでございますんで、これ大事。ただぼちぼちですよ、ぼちぼち、共通ベル1個ぐらい欲しいぞ、かなちゃん。お、メダルなくなるパターンあるか。さあ、行ってみましょうか。もう1回これ飛んだでしょってなったら、こっからはもう伸びてほしいですよ。ただただひたすらに。抜けたんじゃねえかこれ。やったった、やっちゃったから。危ないな。いやダメだよ。偶数でも奇数でも、いや抜けてる。19、20。ただまだ分かんない。うわ、いない。抜けた。一発抜けした。はい。まあ偶数にちょっと寄ったということで。まあチャンスモードから一発飛ばしたんでね、ここで引き戻しにいるかどうかが大事。天国を抜けた際にですね、奇数だと3回に1回ぐらい、偶数だと半分以上が引き戻しモードというところに飛びます。その引き戻しモードは初当たり確率が上がってる上に天井が最大で200ゲームなので、まあ引き戻しにいりゃ大もうほぼほぼ200まではハマんないです。そこに連チャンが短いんであれば飛んでほしい。で奇数で連を伸ばせないパターンが一番爆死するんで。おう、ナイスベル、これです、共通ベル。まあぼちぼち、ああちょっと遅いかな、まだ1個1回消化しちゃってるので。ちなみに、ビッグ中もレギュラー中も数えられますので、レギュラーは39ゲーム、ビッグは39ゲームじゃねえ、レギュラー中は30ゲームで、ビッグは70ゲームで、ボーナスを揃えるゲーム数は疑似遊戯なので、ボーナスの総ゲーム数、ボーナスか、うん、ボーナスの回数を総ゲーム数から引いて算出しましょうと。まあその辺はね、いろいろそのままでも何でも載ってるので。いや引き戻しに飛んでないな、これ引き戻しに飛んでないんだったら2連で終わらせちゃダメなやつだったに間違いない。まあ、最悪のシナリオは、これが偶数で2分の1のチャンスモードにも入らず、ただハマって実は偶数っていうのが地獄ですね。そうですね。おいしゃ、素晴らしい。これはどちらかわからないですね。130ゲームなのでモードはちょっとわからない。おお、レギュラー多いな今日。130ゲーム、レグ。ちなみに今日昨日の話じゃないですけど、ベガスさんのおきどきを見に来たことがあるという担当者のね、はい、僕ら の営業の担当者の方が、はい、8000枚6000枚出てるのをその時目撃してると。おえー、おきどきの8000枚さんなかなか剛腕ですからね。一撃ですか。いやそれは分かんないですけど。あおおおお、素晴らしい素晴らしい。わお分かりでしょうか。今予告音が鳴ってですね、中断リプレイ、これね弱地に対応なんですが、弱地によく蹴った、それすなわちリプレイが揃って1、2、3。え、
予告音鳴ってますよね。あの松本プロ、僕は営業マンの話をしたんで分かんないですけど分かんないですけど、松本プロ今のすごく格好悪いんですか。え、ちょっと待って、どういうこと。まあ、使いますけど、え、僕あの今一気に一つだけ不安があるのは、隣の予告音じゃねえかっていう、聞き間違いという。隣の予告音ですかね。いや、俺全然予告音聞いてなかった。一撃ですか。あー、おまあ、見てる人もしね、これ使われた時用に、はい、まあ、混乱するとあれなんですけど、はい、まあ、予告音なかったあの場合っていうのをもう一回言った方がいいんじゃないですか。あ、そうですね、予告音が鳴って、予告音は基本、レア公約、予告音プラスナビなしはレア公約対応なので、予告音プラスナビなし時に、リプレイもしくは、あ、リプレイだけか、リプレイが揃った場合は1ゲーム連確定でございます。しかもリプレイでの1ゲーム連当選ということは、それすなわち天国滞在も確定すると。いや、鳴ってるっていうか、隣のやつなのかな。お、まあ、ここは多分天国にはまだいないと思うんですよ、おそらく。なので、まあ、次 B にいてくれればいいかなと。さっきが引き戻しであれ A であれね、今が B 滞在時であれば、いいかなと。で、おわおお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 お上がったらいいんじゃないか。上がったとすると相当強いっすね。どっから上がったのか。15ゲームでビッグボーナスがついてまいりました。さあ、2度目の天国ということでいいかな。15ゲームだし、今度は伸びてちょうだい。これ僕が世に言う天国落とし魔王じゃないですか。いやちょっと松本プロ昨日もやってましたけど一発落とし、いやいや、おや、いないのか。いないというか、本当に天国かってなってくるぞ。そうなってくると、先ほどの15ゲームが剛腕だったと、はい、15ゲームで光ったのがなんだ、弱連だったと。逆にそっちの方が、だってあそこで上がるのちょっと不自然だもんな。上がらないことはないんですけど。確かに薄いっすね、はい、A だとしたら 10% しかないし、引き戻しだとしても 15% しかないんで。あ、そういう前向きな考えもできますよね。天国落ちたんじゃなくて、そうです、15ゲームでモード1個進めたっていう。そう、あれ僕はね、初当たりだからっていうことによくします。それ言い出したら、あ、いる、あ、いる、すげえ、分かんない、いるかどうか分かんねえよ。26いるだろうな。26ゲーム、危ねえ、通常変な前向きな意見をやりそうだ一生それじゃ、お気の気何でも出るじゃんってなる人だったよ。あ、失格、
通常っていうのがちょっと不安ではございますが、26ゲームビッグを引っ越す。いや素晴らしい素晴らしいんだけど、26ゲーム8分の1ハマってんのが怖い。いや分かんねえってまだ、これも自力かもしんねえんだから。前向きそれ言い出したら時々相当楽しいことになっちゃうな。どっからでも打てるな。だから楽しいんじゃねえか。素晴らしい。よっしゃ伸びろ。ただまあ今回の、ミッションはドキドキモード以上なので、いかにモード B を消化するかっていうのは鍵になってくる気がしますね。まあ、ちなみにあのドキドキモードにイルカも詐欺ダメですからね。ちょっとあのそうだな、ドキドキモードにいてもあのここが光らないことは往々にしてあるので、これもういるだろっていう状況にいながらあの光らせることができないっていうことが起こり得るんですね。それはでもあれじゃん、さすがにこれはもうみたいな。じゃああれその20連したらにしましょう。まあまあ、じゃあ20連したら確定じゃなくてもドキドキに、ドキドキにいたでしょっていう、まあ、そこはねあの判断お任せしますよ、はいはい、そりゃ、はい、まあその連はさすがにいたわってあれですよ、嫌がらせとかなしで自分のそのディレクターさんが、あこれはもう告知なかったけどいたって思えるレベルまで連したら OK。 ちなみに僕嫌がらせとかしないですよ。なんで俺が嫌がらせ。だからみんなね巷のこの鬼ディレクターとかいうイメージがどんどん、なんで俺が嫌がらせする前提のお願いなんだよ、おかしいだろ。意地悪はダメです。そこそこ後輩に慕われてるわ。一応じゃあ松本プロ、あのドキドキが確定となる状態を何個か紹介してください。ドキドキが確定となる状態は、先ほどちらっとお話しましたが、告知タイプにね、まずは左だけ点灯する、右がつかないのに左だけこうパッパッパッパ点灯する告知パターン、あとは普通のって通常パターンじゃなくて本来ビッグ確定の何か変な光り方が起こってるのにレギュラーが揃う、そしてあとはドキドキランプ点灯ですかね、その3つかな。 あとはあれか、天杯のラッキー超ラッキー、天杯7を天杯出した時に、かなちゃんがラッキーと言ったらドキドキ、超ラッキーと言ったら超ドキドキです。以上ですかね。はい素晴らしい。やっぱりねその辺をね、あの意外とモード示唆のやつ演出を覚えるのめんどくさいっていう人も多いんですけど、簡単です。つく方が偏るか、つく速さが違うか、下パネルが消えるか、矛盾するか、この3つのパターンしかないので、速さ、片方、下パネル、それだけ覚えておけばあとは調べればいいんです。それが出た時にあれこれは何以上だっけ、濃厚だっけみたいな感じでね。さあ今度は早く、早いゲーム数でよろしく。これ全部毎回レア子役でやってくれば無限あるんでね。そう実質上ね、理論上不可能ではない。ほらほらほら、あ誰当たらないんです。もうスイカに関してはあのモードアップ、モードイコール率が優遇されるんで、いようがいまいが当たってほしい。あ遅れました、ボーナス確定でございます。じゃあさっきのスイカで当たれよってなりますけどね。なりますけどね。ただいる可能性がある、スイカの可能性も もちろんございます。あまだ確定薬がある。普通の通常デメでした、8ゲームにて特殊点灯でお願い。通常あれ今右からでした。いや通常っす。通常っすか。そんな分かんないレベルのことはやりません。もっと分かりますちゃんとね。右からってあれ、あ右からは鼻鼻にしかねえのか。
いや、あの天国中の遅れはたまらんよね。たまらないですね。疑ってる時の天国の遅れはたまらんね。あの20ゲームの後半で出た遅れはマジでね、うまい、あうまい、焦点かわいい、タラちゃんかわいい、超楽しいね。だからおきおき超楽しいんだよ。わかるよな、こういうことなんだよな。昨日全然できなかった1ゲーム連がいや取っといたんです。今日に流れ来てる、来てる、完全に来てる。いい歌だな。いや松本プロ見てくださいよ、このかなちゃんのヒップ。いや素晴らしいです、本当にね。いやこれ透けるんですよね、水着が。これもう、まあ、こんなこと言うの別に何の誰の情報だって思うかもしれないですけど、僕はあの胸よりお尻派なので、あの普通に素晴らしいと思います。南米の人と同じやついるんです。南米の人と同じ、サンパウロの人と同じ、お尻の方が好き、お尻の方が好きです。よし、うまい、ゼロゲーム、これ自力ですね、かなちゃん光ってないんで、自力なのでちょっと通常転倒が怖いところですが、1ゲーム連続ゲッツ。おや、めっちゃ集中してる。よし、いいか、特殊点滅ですね。特殊ですね、特殊点滅です。よしよしよし、ここにバービー倒そう。うっ、おっ、こっちか、よいしょ、よしよしよし、あそこでバシッと止まったら入るってなったんですけどね。そしたらミッション達成しちゃいますね。そうです、帰りましょう。帰んねえよ。やだよ、撃つよ。ギリギリまで撃つ、連チャン残し。やべー、楽しい、これは楽しいぞ。どっちだ、奇数か、この連の伸び方は。来たぜ、ついに、ディレクターさんの、あ、こいつ今日負けますわ宣言が外れる時が来た。これが奇数なのか、もしくはもういるかもっていうね、ドキドキにね、 ありえますね。今日滑り上がってきた、上がってきてる、上がってきておりますね。5個ずつ並べてこよっ、よーし、14ゲームピンク、伸びております、伸びております。おー、いったれ、つけるぞ、頼む。あと松本があれしれっと告知の時中押ししてるから、はい、楽しみ方を教えてあげてください。あ、僕ですね、あんまりですね、僕これあの我が物面で言うのは気が引けるっていうのはですね、完全にあの某 CS 番組で荒瀬さんと一緒にオキドキ打った時に荒瀬さんに教えてもらった手順なのでって言えばいいじゃん。タシじゃん。中で押すと、あ、この嵐さんは一番このデブが好きなんですって。なんで俺が言わなきゃいけないじゃん。嵐さんもやってるわ、それぞれこの共通ベルに近くですっていう、これがね、まあ、いわばですね、まあ、僕中押しし始めたっていうか、あ、それいいなと思って、僕も中にしようと思ったのは、まあ、ベルが一発でバシッて分かるっていうことと、レア子役もワンリールでしっかり把握できる。あと左から押してると、まあ、でも予告音出てるからこぼすってことはなかなかないと思うんですけど、まあ、もうちょっと今予告音でナビなしが出たら、あ、出たら予告を
予告を発生時、まあ、スイカを狙えばいいんですけど7かバーですねを狙ってリプレイが止まったらジャックチェリーで、まあ、スイカが真ん中止まったらスイカでバーが真ん中止まった時に確定役以上と。ちなみに僕はまだバーを真ん中に止めたことはございません。こっちから押しても面白い。ここがもし予告音になってナビがないのにパッとここ止まったら、あの通常公約おわあの確定名確定役しかないので一芸連がその時点で一角になるとっていうのがね、やっぱりね、僕はそのモードがやっぱり一貫してつながってるっていうことの結晶じゃないかなと思うんですね。私こういう話をしてるときには32ゲーム以内を消化しません。落とすからです。じゃあカットですね。打てよって今僕思ってましたからね。打ちません。神の領域です、はい、この32ゲーム。黙ってます、すみませんでした、すみませんでした。消化中はともかくですね、32ゲーム以内はもったいない、もったいないです。そういえば昨日夜行った居酒屋美味しかったよね。邪魔すんじゃねえっつって。あ、すいません。は早いな、邪魔すんのがよ、うん、まだ2ゲームじゃねえ、せめて8ゲームまで黙ってる。カンブリうめえな。おいしゃ、ほら喋ってたって、喋ってたって出るじゃねえかよ。こんな聞いてねえからだよ、集中して叩いてくからじゃねえか。ちょっとこのリールの楽しさも教えてあげてくださいよ。行きましょうか、スロー点滅しておりますが、まあ、じゃあ右から行きますか。右から行って、上に塊が止まればビッグ角でございます。こういう感じでね、ビッグ1角、よいしょ、素晴らしい。スロー点滅、スロー点滅なんで、スロー点滅は天国もしくはモード B の期待度アップなんですが、こうやって天国中に出てくれた場合はもうほぼほぼ安心して大丈夫。なぜならば天国から落ちるとしたら引き戻しか A からだ、 A だからです。ただたまにまれに次の時にいないこともありますけど、ほぼほぼね、次もいらっしゃるでしょうと思って間違いないです。いやでも正直ですよ、ぼちぼち可能性は出てきましたよ。本当ですよね、ぼちぼちですね、ドキドキな滞在の可能性が出てまいりました。何連ですか今、今がですね、初回含めて9連目です。ドキドキ詐欺開始ですね。ドキドキ詐欺を、ドキドキ詐欺を開始いたします。これドキドキじゃねえかと、私思っております。ぼちぼち、なすがままに史上初の前半戦でミッションクリア。僕の今回のロケの最高金は2個あったんですよ。はい、まあ、ミッション達成しての、まあ、大勝ち勝利、はい、いいですね。もしくはミッション達成してのボロ負け。まあ、この2個が最高金ですよ。見た上でのっていうね、最低なのは、ミッション達成せずの大勝ち。これ松本くんだけが嬉しいだけですから、だからどうでもいいですからこれ。どうでもよくはないよ、松本くんが。どうでもよくはねえってだけなんですよ、そんなもん。大勝ちしてるってことは台のいいとこめっちゃ映ってっから。大勝ちはいいよ。いや大勝ちしなくても楽しみは伝わるんだよ。大勝ちした大負けのパターンでしょ。ミッションも達成できない。350枚プラスぐらいでいいものをもうそろそろ1500枚超えようとしてるんですよ。私まもなくですね1500枚に到達しようとしております。ただですね、まだね、お気の気安心はできません。確かにいつ何時へそを曲げるかわからないのがカナちゃんでございますんで、
さあ10連目にチャレンジでございます。おやおや、まだ大丈夫。そう、通常おい上段停止で微角でござる。よいよい、さあさあ10連到達。わっしゃいわっしゃい、おや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 ですよ。ただいまですね、ちょうど10個に到達いたしました。トン100分の1です。来てる。いやー迷った末ですね、朝一別な真ん中ぐらいの台をキープしたあとですね、思い直してすげえ混みそうだからやっぱ角で取ろうかななんて角に来たんですけども、あそこで流れをぶち替えた可能性はあるとかつって、あれ中で別積みしてるのは俺が選んだ台だったら受けますよね。なかなか微妙な位置、あの辺でしたよね。なかなか微妙な位置の方が朝からレンチ1回も止まってないです。あの辺だった、3箱出てますから。あの辺だったんで、下手したらあれかの可能性もありますけど。ただですね、昨日ですね、明日僕収録しますんでよかったらって、昨日高速で見てきた、昨日は綺麗に富士山が見えましたね。あ、そうですよね。で富士山の斜面をつけてね、こういうスランプグラフになりませんようにみたいなことをつぶやいたんですけど、まあ今、登山状況は完璧ですよね。これか、ここからね、下らない今そう富士山にならないように頑張ります。富士山にしてもきつい角度で上がってますけどね。いい角度で上昇しておりますんで、なるべくであれば右上を目指していきたいなと。あ、遅れた。いい遅れだった今のは。よっ、12連目でございます。通常、お久しぶりのレギュラー、まあ、レギュラーだとね通常でもちょっと安心するけど、13連目にチャレンジ。おほ、いいぞ、おいいぞ。あー、いない。28、29、30、31。さあここで引っ張らなければ天国して、はい、抜けました。都合12連、いい連だった。お見事でした。さっきが、2連でしたので、これで平均7連になりました。奇数かな、もしかしたら。100ゲーム超えましたな。ここは引き戻しにいないとなると A という感じになるので、天国抜けた後にポンポンポンと初当たり
軽いの引けると非常に楽なんですけどね。小刻みにね、そのもちろんその昨日ディレクターさんがやったような数千万単位、数千枚じゃないや、数千枚単位のやり取りっていうのもすごく。おいしょ、チェリー うまいチェリーね、今全く別なこと喋ってましたけど、一応ねこのチェリーで当たるのにも、設定差はございますんで、まあまあチェリーに関してはモード1個は優遇されませんので、おそらくここで、まあ、願わくば A から B に行ってくれと、そういった感じじゃないでしょうか。まあここで天国いてくれっていうのは強欲ですからねなくはないです全然。おあれ今ちょっと微妙だったな、もしかしたら遅れたかな。うわーすげえ、しかも下消えてる、消灯してる、上げた一発上がりだなこりゃ。いやすごい、こりゃ来た、よし、あっち遅れてた、あっち共通ベルに気を取られて、自信を持てませんでしたが、やはり遅れておりました。あっち一発上がりだ、出る、今日のカラちゃんは出れております。いやー奇数の一発上がりは強いね、これここ勝負どころですね、これ出るで、ここを伸ばし始めたら最強のオキドキの可能性がある。うわーすげえ、上がりの早い奇数設定で連を生かせれば、あのですねペイアウトなんかクソクレーションぐらい出せますから。いやいや分かってるんだよな、 AI ついてる可能性あるなありますね、今こういうことしたら喜ぶんでしょっていうことをピンポイントで抑えてくるっていう節がやはりねあまりにもある。すごいね、銀座のクラブ嬢みたいな名前ですあのね一流ですよ本当、実在したらもしねカラちゃんがねその歌舞伎町あたりにいたらですよ、牛耳りますよ。いやーすごい、まずね嵐さんが店を建てるすげえ3回とも天国指してる、どの設定でもすげえ確かに。松本プロ、はい、驚愕の事実が。どうしました？前半戦終了です。もう？あ、ほんまや。面白い台を打ってる時の3時間も経ってる。時を忘れるのすごいよね。すごいっすね、すごいよね、あっちゅう前終わったマジっすか。いやこれがいい台の特徴ですよね。すげえ、本当だ、もう12時だ。いやというわけで、充実の前半戦を過ごしまして、とりあえずはじゃあ前半戦のまとめを外でさせていただきますので、実践し折り返しということで前半戦終了、お疲れ様でございました。はい、前半戦終了です。お疲れ様でございました。というわけでですね、朝から、ドキドキモード以上に突入させろというミッションを背負いまして、オキドキ突入いたしました。投資が今のところ2000円、100枚、回収が手元におそらく2000枚を超えているんじゃないかと、あっちゅう間の前半戦でした。びっくりしました、時間見て、これはあるで、今日はバンバンザイで帰れるパターンございます
ドキドキモードも、おそらくですね今の時点で設定推測的に、奇数の上じゃないかと、5じゃないかと思ってますので最もドキドキモードに突入が優遇されている設定でございます。ミッション達成あり、いややめとこ、5000枚目指しますみたいなことはやめときます。とりあえずは勝利を収めて帰りたいと思います。いかがでしたか前半戦。楽しそうですね。まあ、おきどきうちならみんなわかると思うんですけど、はい、最高系に、そうですね、まあ、近いレベルの展開だったと思うんですよね。危うくね、この隣にいる営業マンの人とカメラ変わろうかと、ね、思っちゃってね、僕もね、打ちたいみたいな。残念ながら空き台はございません。空き台もありません。大人気ということで。いやすごいですね本当。まあ、おきどきうちの夢といいましょうか、チャンスモードから即ゆっくり当たってそのまま天国行くという、朝の思考の展開からですね初当たりすべてが、天国につながると文句なしといった感じで、ただですねやっぱりこのなすがままにという番組どうしても、前半戦と後半戦展開が裏返る傾向がございますので、今回こそは前半戦も、後半戦も笑顔満載でお届けできるように、後半戦力を込めてレバーを叩きたいと思いますので、ぜひとも次回も楽しみにしていただけたらと思います。それでは今回はこの辺で最後のです。出すぞ目指せ万枚、さよなら。言ってるやん。